どうも皆さん、こんにちは。ムハクです。ライフゴースオン続きをプレイしていきます。アンデッド管理人。裏にあるね、変身できるやつが。アンデッドにビリビリさせる感じね。行くのです。おお、死体を。 OK。 んで上、ボタンを押すと針がなくなる。動く。先に、いやでも移動させたら死体が刺さんないもんな。下はありゃなんだ。ああ、芝ができる、そういうことか。はい、あー、ダメだ。んー、待ってよ。そうすると足場がな、足場こっちが行けなくなっちゃうんだよな。これ積んだ、まさか積んだとかあんのかね、これ。あー、なるほど、ゾンビにその死体を駆除させればいいのか。まあ、とりあえずちょっと、あー、落ちちゃった。ゾンビに掃除してもらう。 OK。 んーで、踏んじゃダメだ。あ、刺さっちゃった。 OK。 んーで、待って、炎が燃えダメじゃねえか。この状態にしとかないとダメなんだね。よっ。でもう一度ゾンビに駆除してもらおう、死体を。OK。 んで、こうです。OK。うわあ、オッケー。これで動くようになったから、刺さって落とす。ああ、早すぎ。あー、いけるか。オッケー。これで先に進める。まずビリビリするでしょ。あー、なるほど、そこの死体を片付けないとダメか。 OK。 まずは下の死体を駆除してもらう。素晴らしい。でその後にそこを片付けてくれれば。おー、待って。あ、オッケーオッケー、素晴らしい。ゾンビくん、君がいてくれて本当によかったよ。大勝利。フォーク、やばいね。ポセイドンの槍みたいだなゾンビさんが転んだ。完全にだるまさんみたいな感じになってるけど。押すとぐるぐる。あー、押し続けると
そうなると、まずそこに死体を転がすみたいな感じかな。オッケー。んで、ゾンビに食わせると。これマックロクロスケいけるんじゃね？オッケー。ただそうすると先ほどと同じ工程を繰り返さないといけないと。よいしょ。オッケー。さあ早く。オッケー。次は上のビリビリ、あ、下にもなんかあるね。スイッチ、トゲが上がってトゲが降りる。登れんのだが、これ一回終わるしかないのか。まあ、とりあえず刺さっとけってことだよな。んでこういうことだね。ほい。んで、さよならして。こういうことだ。これで先に進む。上のスイッチは？リセットできるみたいな感じっぽいね。通れない。ビリビリしてスイッチを押して、んで燃やして、でもう一応ビリビリして、でもう一回下ビリビリ、いや違うか、こっちかの、危ないわ、こうか。はあ、そうするとこうか？これでリセットが。でもそうするとファイヤーが。ここもゾンビくんが行く感じっぽいな。ほい。まずここビリビリの、こうするとどうなる？あ、下に降りるだけか。ただこうすると、ん？下が上下させるだけってことは、待って待って、もう一回最初からリセットしよう。何もない状態がこうで、必然的に下をビリビリしないといけなくなる。で下に下がる。でまあ上のボタンを押すと、ここの炎が入れ替わる。んでまあリセットして、次は真ん中のビリビリがいけるようになるから、そうすると奥の方の炎が消える。でこっちをビリビリするとリフトが下に降りる。ただこれでこうすると奥のビリビリが奥のここまではよしとして、でリセットして、こっからか、こっち先、
いや、でもそうすると通れないよな。ほい。あー、待って。先にビリビリさせてから。ちょ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 。よいしょ。で、やっぱゾンビくんかこれ。いや、待って待って待って、ちょっと俺のやってることおかしいね。あのビリビリはしておかないとダメな位置なんだ。だからここはもう必然的にビリビリ。こっちを押すとリセットになるから、そうだよな。あそこビリビリする、リセットしたら奥の方の炎が消えないからダメなんだよな。単純なんだろうけどな。また引っかかってるよこれ。これがとりあえずちょっと思いつくことやっていこうか。んだーめだね。ちょっと待って。これでいけるんじゃないか。いや、でも板が降りてくるのか。うん、これはちょっと待て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 、奥の上の段の方のビリビリは入ってないと炎が消える。で、上のこれが手前の方の炎かの切り替えができる。で、下は、下のビリビリはこの木の板の上下運動で、まあ最初は必然的に下のビリビリをしないといけない。で、上を押すとこうなるから、でもここでこうしたところで木の板が邪魔だからビリビリできないんだよな。じゃあもうここ、この時点でビリビリしてないとダメなんだよね。ただそうすると上のところを
なんとかしないといけないんだよな。早技かこれ。違うな。でもこういう感じっぽいような気もするんだよな。ほい。んで燃やして、このまま板下の方、あ、ゾンビにやらせるのかこれ。ビリビリしてる状態でも多分やるでしょこれ。そういうことだ多分。あ、やる、素晴らしい、そういうことか。やばいね、48 軍団兵のヘルメットちょっとらしくなってるね。お、ヘラハンバーグでもひっくり返すのか。いやー、これもう少しね考え方を広く持ってないとやばいね。これはまた広い。ゾンビくんに、こうなってもらって進むと。でビリビリ、うん、スイッチを押すと開く。このボタンが、なるほどね。ぶっ刺さってから。なるほどね。上げなくてもいけそうだけどね、多分。ああ、でも上がっちゃうのか。なしでもいける？これまたゾンビくん使う感じかな？多分そうだな。ほい。先にこうしてこうして、んで刺さるのを待つ。さあこっちだよ。ほい。気のせいだ。んでざっくりいくから、上に上げて、よろ、失礼。え、なんで？いけると思ったんだけどな。違う？ちょっともう一回やってみようか。うまくつかめなかっただけか、今のは。ほい。ああ、違う。まず炎を消して。もう馬の顔が、ああ、消えていく。ああ、バカ。気のせいだ。刺され、そのまま。オッケー。これ掴めないの？ほい。あ、掴めるわ。やり方が悪かっただけだ。うん、これも下へよ。ゾンビを使う。
13だね。よいしょ。さあ、早く来るんだぞ。よっ。これ移動とジャンプ以外になんかできないのかな？できないか。よし。おお、なんか上めっちゃ来た。上の装置が来たんだが。はい。上を押すと。ああ、なるほどね。ああ、燃えちゃう。一回上げてって感じだな、これ。よっ。さあ、下に行くのです。で、あ、間違えた。OK。んで、こうか。んで、凍っていただく。んで、これを足場に。素晴らしい。え？あー、それがあるとダメなのか。ギリちょんとどかん。ダメだね。うおっ、これゾンビ消えんのかね、もう一回やったら。あ、氷だけになるのか。なるほどね、それで押してもらう感じか。待て、向こうがまたやらないとダメだ。どれだっけ？これじゃない。これだ。よいしょ。んで、そのまま押してってもらって。うん、OK。ご苦労。これは。で、これは、あー、なるほど。上に上がれるっていうことはまた何かしら使う感じ。上がって、よいしょ。そういうことか。登ります。おー、落ちる。ほい。ゾンビ召喚。うまく移動させてやる感じね。これじゃない。あれ、どれだっけ。こっちか。オッケー。おお、ゾンビさすが。さあ、次はそこに入るのです。ビリビリして入るから、これ届く。あ、いけるか。んで、そういうわけだ。うん、さらにゾンビがいるというわけか。よっ。ほっ。上がれ。よし。移動させて。あれ？ビリビリなくなってる。
やっぱゾンビが踏んでないとダメなのか。開けて、この状態でもう一匹出す感じか。よいしょ、よいしょ。あ、ダメだ。これはどうすりゃいいんだ。移動させて落として、おいで、そうだよね。んで、こっちを、これをこうすると、まあ開いて、あとはそこに、あ、いけた、それでいいの？毎日でも飽きないそんな素敵な大勝利。今のクリアはあれでいいのか。さあ来たね、ドクロマークデッドアイランド。なんか若干、なんか名前を変えれば聞いたことあるようなゲームタイトルになりそうですけどね。というわけで、まあ、今回はこの辺で終了しておきたいと思います。まあ、前回じゃないわ。まあ次回はここからやっていきますので、まあ、おそらくね、まあ、それで一本になる可能性もあるね。恐ろしい。というわけで次回をお楽しみに。それではさよなら。